んにちは、サクサク創作レクパンダです。今回は簡単に作れるカエルの折り方をご紹介したいと思います。別の動画でもカエルの折り方、牛乳パックで作るパッチンカエルの作り方をご紹介しております。ぜひそちらもご覧になってみてください。動画の最後には Facebook グループ介護士のための創作力交流広場メンバーの方の作品もご紹介しております。ぜひ最後まで動画をお楽しみください。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは季節に合った折り紙の折り方やフレイル予防、創作、レクリエーション関係をご紹介しております。気に入っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、高評価やコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。